時になりました。東京マーケットワイド、変わってこの時間は投資信託のコーナーです。今週のゲストをご紹介しましょう。三井住友トラストアセットマネジメントシニアストラテジスト上野博之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ストラテジストの方にまずは市場分析といいますか現状認識からお話を伺っていきましょうか。はい、まずはニューヨークダウなんかどのようにご覧になってますか。そうですね、このところの株式市場はですね、米中間の貿易戦争への懸念をめぐって、非常に大きく動揺しているということになってますね。はい、で短期的には大きく揺れているんですが、本日はこのような環境における中長期の投資という観点で見てみたいというふうに思ってます。はいはい、でその中で、じゃあ日経平均はどうでしょうかといったところですよね。ニューヨークですね。まずそうですね、ニューヨークなんですけど、こちらのグラフをご覧いただくとですね、はい、年初来ニューヨークの、ダウの推移に最近のこの米国の通商政策の動きを記したものです。はい、で商務省の提言や大統領の方針表明など報道がある時点で株価は大きく反応していますが、その後報道が収まるとリバウンドを見られることが分かります。で今回の貿易問題の発端となりました、まず鉄鋼アルミニウム製品の関税引き上げについてですが、こちらの2月16日にですね、米国商務省から関税の引き上げが提言され株価は下落しています。で一旦戻りかけたところで3月のトランプ大統領の関税の引き上げ表明に至るまでさらに下落となりました。はい、ただその後はやや戻り基調となっています。でその後ですね、中国の知的財産権侵害に対する制裁処置についても3月13日の報道から下落傾向となっており、3月22日のトランプ大統領の正式表明でさらに下落となりました。で翌23日には中国側も鉄鋼アルミの関税引き上げに対する報復処置を発表したことで年初来安値となりました。その後一旦戻りましたが、中国が関税引き上げを実施した後の報道で再び下落となっています。このようにリスク資産とされる株式はこうした貿易摩擦問題のほかにも想定外のイベント発生やその結果としての不確実性の高まりに対して強く反応しています。ということですね。はい、で次に日経平均ですね。はい、こちらのグラフをご覧ください。日経平均株価の2014年歴年の推移を表したものです。株価は所々で大きく下押しする場面があります。灰色の矢印で示した10月ですが、この時は IMF が世界経済見通しを下方修正したことをきっかけに世界景気の減速が懸念され、その後ドイツの貿易統計で輸出が減少したことや ECB のドラギ総裁がユーロ圏の経済成長の減速に言及したこともあり、欧州がデフレに陥るのではないかとの懸念が出始めました。さらに新興国経済の減速、原油など商品市況の暴落、中東ウクライナなどの地政学リスク、またエボラ出血熱の拡大などさまざまなリスクが意識され株価は大幅な調整となりました。そして2015年ですね。はい、こちら2015年の日経平均ですが、8月から10月にかけてですね、大幅な調整となっています。中国の景気失速懸念やシャドーバンキング問題などを背景とした人民元や中国株の急落、いわゆるチャイナショックがあった時期です。そして2016年、はいはい、こちらはですね、6月末にブレグジット、イギリスの国民投票で EU 離脱派が勝利しました。当時は最終的には離脱はないだろうという見方も多かったことからマーケットでは大きなサプライズとなり株価も急落しました。そして2017年、昨年というところですね。はい、そうですね、こちらはまだ記憶に新しいと思いますが、ちょうど1年前の4月にですね、下落してます。この時は為替の円高進行、米軍によるシリア攻撃、そして何といっても北朝鮮の弾道ミサイル発射といった地政学リスクが警戒されました。で今の4年間を合わせて見ていただくとどんな感じなんでしょうか。こちらがですね、先ほどご覧いただいた1月から12月の株価の動きを過去4年分並べたものです。真ん中のオレンジ色の線が、これらの期間の平均値ですが、これを見ると単年では大きく触れる場面がありましたが、慣らしてみると緩やかながらも年末に向けては上昇傾向となっていたことが分かります。この間の市場動向を見る限りでは短期的なイベント発生による株価の下落は振り返ってみれば良い投資機会になっていたとも言えます。中長期投資で重要なのは短期的なイベントではなく実体経済や企業収益がどう動いているか、また今後どう動きそうなのかという点です。
2012年12月に始まった国内の景気拡大は、長さが高度成長期のイザナギ景気を超え、2002年から2008年の戦後最長の景気回復に迫っています。一方、バブル期のような過熱感がないことや、東京五輪を控えたインフラ建設や首都圏での再開発案件の増加などが先行きの景気の下支えとなることから、当面は景気後退に陥る可能性は低いものと考えられます。今後も米中の貿易摩擦に加え、北朝鮮情勢や国内政治の問題など短期的には株価を下押しする材料はありそうですが、投資を考える上では中長期的な観点から経済の状況をしっかり見極めていくことが必要ということになります。やっぱりあれですか、その短期的なイベントに右往左往しないということが姿勢としては必要ということですね。はい、やはりあの中長期的な観点から見ていくということが重要になっていくと思います。はい、そういう中で、三井住友トラストアセットマネジメントさんの次世代ファンド、愛称次世代というのがございますが、はい、これのご紹介いただけますか。はい、特色としてはどんな感じですか。はい、ではこちらをご覧ください。本日ご紹介するのは次世代ファンドになります。このファンドは次世代をリードする産業フロンティアとして、情報技術、高齢化少子化、環境保全対策という3つのテーマに直目して選別投資を行う国内アクティブ型の商品です。やっぱり情報技術、高齢化少子高齢化、環境問題っていうのはやっぱり次世代のためにはどうしても必要だと。そうですね、いうことですね。はい、さてそういう中で特色ですね。はい、こちらの絵をご覧ください。このファンドでいう3つのテーマはやや長期のテーマとして捉えられると考えておりますが、その中身は時点時点で進化していきます。例えば一番上の情報技術ですが、1990年代後半は携帯電話が普及しましたが、その後はブロードバンドが広がりインターネットが普及、2000年代中盤からはスマートフォンが大きく広がりました。そして現在ではあらゆるものがインターネットでつながる IoT、 人工知能 AI、またその基幹技術となる 5G 投資などが盛んに行われています。このように時代の流れとともにテーマの内容も変わり、それに伴い組入れ銘柄の入れ替えも行っています。つまりこの3つのキーワードがそれぞれ進化、時代とともに進化しつつある、それはやっぱりマーケットの特色として捉えなきゃいけないと。そうですね、いうことですね。はい、そこが重要になります。はい、そしてそういう中で徹底的した企業調査を行っているということですね。はい、はい、そうですね。はい、この時代の流れを先取りして常に旬な銘柄を組み入れるということを目指すために、当ファンドでは徹底したファンダメンタル分析を行うことで有望銘柄を厳選しています。この図の左側が、イメージ図なんですが、銘柄選定にあたっては経済指標と企業業績のデータ分析を重点的に行います。経済指標はさまざまなマクロデータ、生マクロデータを幅広く分析することで経済環境をチェックします。企業業績は1500から2000社の過去6年分の四半期データ等を独自に分析し、データ分析を通じて外部環境の変化を予測します。個別銘柄の業績動向に生じる小さな変化にも着目することで、株式市場が企業の成長を織り込む前に成長機会を捉えます。これ1500から2000社っていうと上場企業のほぼ半分の、そうですね、はい、企業の過去6年分の四半期データということですね。はい、それから今お話の中にあった小さな変化っていう、はい、この小さな変化ってやっぱりいろんな人たち この目の前を通り過ぎてるとは思うんですが、なかなかそれを察知するのは難しいという部分もありますね。はい、そこはやっぱりプロとしていろいろ見ていくということですね。そうですね、やはり業績の些細な変化を捉えていくということをですね、はい、丹田にやることによって、それが後から大きな変化につながる可能性というのは結構あるということですね。はい、小さなささやき、大きなうねりってこういう感じですね。はい、そして、概要をお話いただけますか。はい、ですね、こちらでご覧いただきますと、これが3月末のポートフォリオの状況になっております。左側の業種別構成比率を見ますと、機械、電気機器、サービスが上位3位となっています。上位銘柄は右にある銘柄です。例えば組入れ2位で保有しているイリソ電子ですが、はい、こちらは環境関連という位置づけにしております。同社は1966年創業の自動車に搭載するエレクトロニクス用製品コネクターに強みを持つ部品メーカーです。車載コネクター需要は自動車電装化を背景に中長期的に自動車需要を上回る高成長が見込まれており、この需要拡大を享受できるものと考えています。
今後の本格普及が期待できる車載カメラや見張レーダーといった安全運転分野の関連部品により長期にわたる業績拡大が見込まれることから上位銘柄として組み入れをしています。そしてこの4位ですね、第4位のベクトル、こちらは国内の大手 PR 会社ですが情報通信関連との位置づけです。 PR とはメディアがニュースなどに取り上げることで企業の商品やサービスをアピールするプロモーション手法です。ネットやスマートフォンの普及に伴いネットを活用した効果的な PR へのニーズは高まっており、この分野で強みがある同社は今後も収益拡大が期待できるというふうに考えています。やっぱりあの上場企業の半分以上チェックしてるだけあって、中小型まで幅広くという感じですね。あのその時々によって、まあ中小型を買ってみたり、はい、あとまあ大型に言うことももちろんあるということですね、はいはい。さてトラッキングレコード、過去の推移どんな感じでしょうか。はいはい、過去の推移についてはですね、こちらご覧ください。はい、こちらの過去3年間のパフォーマンスの推移になっております。分配金再投資後で 58% の上昇になっておりまして、まあ、参考指標であるトピックスを大きく上回っていることがわかります。高パフォーマンス過去ですね。そうですね、はい。それから、モーニングスターのファンドオブザイヤー、去年の分、そうですね、国内各地中小型部門で受賞されたと、はいはいはい。そうですね、その結果としてあのモーニングスターのですねファンドオブザイヤー2017で、国内株式中小型部門にて優秀ファンド賞も受賞しているというわけです。はい、ということですから、あ、次世代ってでもいい名前ですね。そうですね、はい、そうですね、やはり今後先を見てですね、非常に重要なこと、必要なことで、まあ、これによってやっぱ収益を、まあ、大きくできる会社というのをまあ拾っていくという意味で、非常に息の長いですね投資ができるんじゃないかなというファンドと考えております。はい、まあ、投資っていうのは確かに先を見ていくことですし、はい、次世代が享受する機能、文化等々をやっぱり先取りしていく、はい、そういったものが運用に生かされると、はいはい、そうですね、はい。ということで、まあ、申し込み等々は各証券会社、松井証券等々で申し込みをいただいていくということで、はいはい、なかなか次世代っていう名前が非常に言いやすいですし、はい、そうですね、はい、次世代くださいって言えばいいわけですね。はい、ぜひどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。三井住友トラストアセットマネジメントシニアストラテジスト上野博之さんでした。